シベリア鉄道を使って日本からの郵便物を運ぶことに合意しましたロシアを訪問している野田総務大臣はノスコフ通信大臣と会談し第5世代携帯電話の共同研究を進めることなどで一致しましたまた日本からヨーロッパにあてた郵便物をこの夏から初めてシベリア鉄道で運ぶことでも合意しました これまで船便で3ヶ月かかっていましたが同じ料金で1ヶ月に短縮されるということです。